Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo Daro, and Mecca -kava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder 一本の直線が作る不思議な位置関係をそれをさまざまな方向から検証しそれが偶然ではありえないことを証明しながらつまり自然によってできたものでないことを証明しながらそれらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林宏史の ライン理論とということになります今ご覧いただいているのはイースター島から始まり西回りに大ヒのモーリア島ポンペイ島ガム島そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニそしてモヘンジョダロ最後にメッカカーバラインということになります。 これらの場所は偶然ではありえないという確率で、一直線に並んでいます。つまり、私、林博史は、これらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが、私、林博史のライン理論ということになります。 続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bold Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the Black God himself. The Bold Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglav, Slovenia, a mountain which resembles the bold Mountain in Fantasia. Why and why? walt Disney production? No, According to the official ファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。 ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題はなぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォートディズニーにとってもその向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこに あるからです。広しはやし、ハママシティ、ジャパン。 It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation painted by Jesus Christ after fifteen hundred years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains, about which only I, Hiroshi, Hayashi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that Walt copied the mountain in the Annunciation, or another one is that both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney was 代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが書いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を書いています。ダヴィンチなる操り人形が書いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博士だけです。ここが重要です。 ウォートディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は ウォートディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォートディズニーは、受胎告知の中に書いている山が、悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が、悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。 もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。わかりますか一つは、ウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボルト・マウンテンを描いたかの、どちらかだということになります。広し林、浜松セ ジャパンここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受体告知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林宏氏が証明しました。そしてみんなですね、ウォルトが 代表作、ファンタジアの中で描いたボールズマンです。なわち、悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけれども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。えー、受体国の中の山がですね、悪魔の山であると、 証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろんウォートディズニーも知る良しもなかったことですね。が、なぜウォートディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかってことになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。 となりますと、ウォート自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物すなわち、1500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の時代告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を書いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォート自身の謎は、 底なしに深いということになります。続く動画、どうかご覧になってください。by for now。ディズニーはダビンチの招待をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。 これはディズニーの代表作ファンタジアですね大ヒット作ですこれはシリーズで出ていますがこのファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます悪魔が住む山ですこれがその山ですけどもボールド・マウンテンと呼ばれていますこれがあのファンタジアの 次第にもなっているわけですね言うなれば悪魔城ですこれ反転しましたがこれと同じ山がですね実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのですこれが、えー「受胎告知」と言われている大ダ・ヴィンチの中でも代表作ですね書いた絵の中でもその中央に書かれているのが その山なんですなぜウォート・ディズニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか百聞は一見にしかず皆さん自身で比べて見比べてみてください左がダ・ヴィンチの受胎告知の中の絵です右がディズニーのファンタジアの中の山です ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それで、ディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山をの中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山、スロ,ベニアス,ロスロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。 で私はですね、このトリグラフ山を隅から隅まで調べました2日ぐらい、2日ぐらいというか、2日かかったぐらい、まあ、それほど大きな、ね、あの山じゃありませんので、あのー調べれば、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べましたしかし、ファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした皆さん自身もで、一度調べてみてください これが、まあ、スロベニアの、スロベニアのですね、トゥリーグラブ山です。まあ、似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。あの、まあ、これがあの、ディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式、公式ホームページで紹介されているトゥリーグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。 ただ山というのは見る角度によって非常にのか姿を変えますからあのその辺は注意が必要です。ですから、まあ、点を打ち、四方八方から調べてみました。が、同じような山は見つけることができませんでした。が、水さんという方からですね、大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました。まあ、この山、あのピラミッドがですね、いわゆるダヴィンチの絵の中の ピラミッドに山に似てるってわけです。で調べてみました。これがそのピラミッドなんですね。高さが5 5 1メートルあります。海の中の部分を含めますと、おそらく1 0 0 0ル近いこうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さん、これ見られて自然のものだと思いますか私は自然のものに、自然にできたと思う方がおかしいと思います。 溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。ピラミッドなんです。高さが今も言いましたように551メートルですよ。551メートルですよ。海面から。火山岩のみでできた島群の中では最も大きいものであると。 どうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダヴィンチの絵です。で、この今、ボールスピラミッドと比較してみますと確かによく似てるんですね。そこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして描いたかということなんですよね。ダヴィンチは私はこの 島をモデルにして描いたというふうに確信しています。それには二つの理由がありますが、その理由はもう少し後で説明させていただきます。皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。 で、ダヴィンチはこの山を、ボールズピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。その理由はですね、というか、皆さんただ,ただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね、フィレンツアです。から、 カタトジュータに線を引きます。で、カタトジュータからボールズピラミッドに線を引きます。共に極めて重要な、まあ、キーポイントですね。そこでもう一度ダヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。 私が謎解き始めた頃最初に目をつけたのがこの山でしたカタツジュウタですねまるで核兵器で溶けてただれたような山々ですこの山とダ・ヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してくださいただし絵ですから全く同じ上の方が、ね、全く同じというわけではありませんこれがカタツジュウタです ダヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山,山があるならですよ。イタリア、フレンチの近くに。それはまた紹介してください。私が調べた限りありませんでした。で、ラビダ,ビダ,ダヴィンチはですね、カタツジュータへ来ていたわけですね。そ,その証拠はこれなんです。と同時に、ボールスピラミッドにも来ていたと。 それが先ほどの受胎告知の絵であると。飛躍しすぎてるんじゃないかという,ふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極、ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界と言いますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって、何かのか形で、ね、沈んだということは十分考えられます。これがタミュー マシフの火山です巨大ですねそしてカタツジータは言うまでもなく拠点中の拠点ですねここから、えー、隣のウルルそしてマウントコーナーをつなぎますと一直線上に密着、うん、線上ですよ太平地のモリア島へと向かうわけですこのように全てが計算されていますが これでまあ一つの、なって言いますか。ダヴィンチの描いた山の謎、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて、 マネで書いたと断言していいですね。構造を見てください。下のよう絵、山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーはダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.